ちは。今日は友達にブラッシングの道具をプレゼントしていただいたので、これを使っていきたいと思います。ファーミネーターですね。ねえ、今使ってるやつあるんだけども、なんかちゃちゃ入りましたけどこれをねこう押すと、なんと引っかかった毛がねスルッとこう出てくるっていう仕組みらしいんですよ。ちなみに今使っているやつは、こいつらですね。これはね主に顔周りとか細かいところ、主に使ってるのはこれですね。このスリッカー、そう、今見てもらうと分かるんですけども、範囲は広いんだけど毛がねところどころ入っちゃって、これをいつもティッシュとかでこう無理やり出すんだけども、やっぱあんまり毛がね取れなくってっていうのがあるので、今日はですねせっかくいただいたのでファーミネーターってやつ使ってみたいと思います。歯がね今まで使ってたやつと比べると少し小さいんだけど、そんなにそもそも大きくなくてもねできるんで、ちょっと使っていきたいと思います。ファミネーター使ってみよっか。普段のブラッシング、シュッシュッシュッ、大きめのスリッカーでシャッシャッシャッシャーってシャッシャッシャッシャーってね、毛並みを綺麗に、まあ、こんな感じでね結構毛がついちゃうんですよね。うん、こうやってこんな感じで、こんな感じでね結構痛いんですよ。これが先がチクチクしてて針刺さるみたいな感じで、まあこんな感じで取れたよって感じですね。ファーミネーター使っていきたいと思います。こうやってシャーシャー、あーごめん嫌だった、いつもと違うから。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、あら一個だメモちゃん。あーいいですね、なんか結構あふわふわって感じ。こんな感じでたくさん取れたのをこう押すとですね、おーおお、めちゃめちゃ便利ね。ちょっと慣れさせていこうかな。もちゃんの場合は超高型犬なんでね、このぐらいの大きさで全然大丈夫かなって感じです。ありがとうございました。また頑張ろうね。